しかし、はい、はい、それではお立ちください。共に賛美しましょう。歌い賛美せよ。
私の約束が現れないからといって、あなた方は信仰を後退させてはなりません。私の約束が確かなものかどうかを確認しつつ、またしっかりと立ち続けなさいとおっしゃっています。あなた方の時には遅く見えたとしても、私のちょうど良い時に私は技をなし、栄光を表していこうとおっしゃっています。
この賛美隊としての実質というのは、この風の響きというネーミングに変わる中で、聖霊の強い注ぎかけがこの賛美隊に注がれるようになってくると主は言われます。またこの賛美隊においては、私の指示に従うことを熱心に求めていきなさい。その時私はこの霊的な祝福を開こうとしなさいます。そのこの霊的な祝福は賛美のうちに働き、またあなた方は今まで見なかったこのいろいろな働きと技を進めていくポイントとなろうとしなさいます。またこのリバイバルの働きにおいて、この賛美隊の働きというのは重要な位置づけを持っており、この五大陸すべての教会が設立される中で、すべての教会において、五大陸においてのすべての教会において賛美隊が立ってくると主が言われます。また示される者たちは海外においても私は道を開いていくので、特に重荷のある国の言葉で賛美をできるように祈っておきなさい。またこの風の響きのこの導きの中で、五大陸すべてからこの作詞作曲の応募が1000以上のこの曲数が応募される時が近づいてくるとしか言われます。この選曲においてこの祈りが必要となり、このまた毎年御心の選曲がなされて、この77曲が発表されていくように、祈りの土台が必要となってくるとしか言われます。この道を行こう。この道を行こう。この道だけが主に従う道、天に続く道。天の様、予言の言葉ありがとうございます。特別賛美ありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお座りください。